もうこりゃうまいな、人間が描いたように思えないよね。子供だったらどういう反応しますか、ね、これを見て、はい、あの鼻毛が出てる爪が長くて鼻毛が伸びてたよな、それがイメージとして残ってるんだったら、それを描く、内的イメージを描く、絵を引き続きちょっと2つ比べてみたいと思うんですけど、先生これボッケ描いた老子像と言われていますけども、全体はこれなんですね。それの人物の部分だけをピックアップした、顔を大きくしてみました。ちょっと見づらいかもしれないけど、感想はいかがですか。描かれている老子が、まあ老人のせいか、はい、非常に何て言うんでしょう、あの地味というか、地味ですね、地味、質素、そうですね、質素、まあ、描かれている人物の表情に目は行きますので、力強さは感じられますが、うん、華やかさがないというか華やかさはない、まあ、隣にね、華やかさもらえてきますからね、はい、特にそうかもしれないですけど、はい、ねそれ以外に何かこう気づくところはないですかね。はい、ただですね、はい、子供だったらどういう、子供だったらどういう反応しますか、ね、これを見て、はい、あの鼻毛が出てるってこれ、えのうちゃん鼻毛がボーボーだよって言いますよね。鼻毛の老子とか言われてるんですけども、これでね、ここ見てください、これこれ爪がこんなに伸びている、うん、何なのこの絵はということですね。これ十分なんです、十秒分からなんです。南宋、南宋から渡ってきたんですね。足利義満が持っていて、徳川家康が持っていて、紀州の徳川家と伝来した東山御物なんですよ、お宝なんですよ。なんでこんなものが珍重されてるのっていうぐらいの気持ちになりますよね。それに対してモナリザの方はですね、誰が見てもこりゃうまいな、人間が描いたように思えないよね、人の手じゃないよねって、もともとこれが自然にあったような感じ、写真一つような感じですごいよねっていう、こちらが東洋の表現の代表というかな、まあ、こちらは西洋を彼らを代表する名画ということになりますよね、まあ、それを人物と比べてみたわけなんですけど、何が違う？すごい鼻毛だな、長い爪、下手くそじゃん。でも輪郭線があるよね、輪郭線が描かれてる、リアル、写真のよう、うまいな、輪郭線がないね、あれ比べてみると輪郭線ないじゃん、これ影がある、影がある、こっち影がない、影ないじゃん、すごい平面的だよね、ベタッとしてるよね、立体的だよね、全然違いますよね。こちらの鼻毛の老子はですね、ほとんど子供、これ小学校4年生で図画ですよ、図画の特徴ですよ、鼻毛じゃないですけど、ここ輪郭線で描いて影がなくて平面的、子供の絵なんですね。東洋の絵画っていうのは基本的には子供の絵と同じベースにあるわけです、東洋画っていう、西洋画っていうものはいつの間にか輪郭線消えちゃいました、この辺りからね、この時代から影が強調されてきました。で、バロックのレンブラントとかあの辺の時代の表現というものは、まず最初に闇を作ります、真っ暗闇を作ります、そこに光をスポットライトみたいに当てます、そうすると物が浮かび上がって、物があることが分かるし、立体的なものが見えてくる、そういう、作り方をしてる。反対なんですよ。で、対象の実現、実際にある対象物というものを、そこに、写真に撮ったように実現するというのが西洋のこの肖像の描き方であったわけです。それに対して日本の方はですね、内的イメージです。人間がイメージとして持っていた、あのおっちゃんなんかね、ちょっと安っぽかったぞ、うん、ちょっとね、ラブレてたよ、でも着てるものはね、ちょっと白っぽいものを着ていたんだけど、だらってしててね、爪が長くて鼻毛が伸びてたよな、
それがイメージとして残ってるんだったらそれも描く内的イメージを描く。これ見えてるものじゃないんです。これは図なんです。頭の中できっと自分の中でね、あの感覚が整理されてる。それは子供と一緒です。子供は見えてるものを描くんじゃなくて自分の意識の中に一回収めてしまったものを描くわけですよね。だから図ですよね。図画です。こっちの図画なんですよ。こちらは絵画なんですよ。その違いというものが東洋と西洋があるわけですね。いろんな部分を比べていくと基本的にはこれがベースになっているということが言えます。ところが、この明るいところ、これちょっとあの年表だと思ってください。正規ルレサンス、バロック、ロコッコ、新古典、ロマン主義、これ印象主義まで言ってます。つまり16世紀から19世紀、400年かな、400年の西洋絵画はモナリザに代表されるようなリアルな写真のような描き方をしています。これが推奨されたというか、まあ、追求されてきたこの部分です。ところが印象主義あたりからですね、それやめちゃいましたよね。もういいよってことでやめちゃいました。でね、ルネサンスのね、初期ルネサンスの前っていうものはね、こんな絵じゃなかったわけです。むしろこれなんです。つまり人間が絵を描くっていうことのベースはですね、これじゃないんですよ。リアルに写真を描くっていうようなものじゃなくて、全世界的にですねこれなんです。内的イメージで描くっていうものなんですよ。ところがこの400年間だけはですね、リアル写真のように描くというものが行われたわけです。ところが私たちはね、図版で知ってたりなんかするのも、これが絵画というもの、人間が絵を描くベースにある、写真のように描くっていうものがベースにあるんじゃないかっていうふうに思っちゃっているんですが、それは全く逆なわけです。もともとは子供と同じような絵が全世界的に行われていた。突然ここからですね、リアルに描くのが出てきちゃったよ。これがモナリザあたり、あるいはデューラー、その辺の表現なんです。これがベースになったように見えてしまう。でも違うんだよ。世界的に見たらみんなこっちなんだよということなんですね。